最強線は、東京都品川区の大崎駅から、新宿区の新宿駅、豊島区の池袋駅、北区の赤羽駅、埼玉県埼玉市南区の武蔵浦和駅を経由し、同市大宮区の大宮駅までを直通運転する、東日本旅客鉄道の運転系統の通称である。駅ナンバリングで使われる路線記号は JA。 最強線の名称はあくまで通称であり、正式にこの名称を持つ路線は存在しない。大崎駅新宿駅池袋駅間は山手線の一部、池袋駅赤羽駅間は赤羽線、赤羽駅武蔵浦和駅大宮駅間は東北本線の一部である。本校では最強線を大崎駅大宮駅間を 直通運行する路線として案内されているため、それに従った記述をする。最強線は、東京地区の電車特定区間内の運転系統の一つであり、渋谷、新宿、池袋など山手線西側の副都心と埼玉県南部の都市とを結んでいる通勤・通学路線である。赤羽駅大宮駅間では東路線の隣を東北新幹線の線路が、また、 約2キロメートル東側に東北本線の線路が並走している。昭和後期に埼玉県南部の人口密集地に東北新幹線高架を建設するのに伴い、これに並設する形で通勤新線、または通勤別線という通称の在来新線を同時に建設し、この新線と既存の赤羽線を接続して埼玉県南部と赤羽駅、 板橋駅を経由して、池袋駅とを結ぶ、新路線として設置されたものである。その後山手貨物線への乗り入れ開始により、新宿駅、恵比寿駅へと徐々に区間が延伸され、2002年からは大崎駅を介して、東京臨海高速鉄道臨海線と、相互直通運転も行われている。池袋駅大崎駅間の山手貨物線区間は、 湘南新宿ラインと線路を共有しており、同区間は湘南新宿ラインと共に各駅停車の山手線に対して快速列車としての役割を持つ。さらに2019年の総鉄、JR 直通線の開業に際し、品、鶴線、東海道貨物線を経て、相模鉄道総鉄新横浜線、本線とも相互直通運転を行うようになった。また、 大宮北では川越線川越駅まで直通運転を行っている。路線案内に用いられるラインカラーは緑が使用されている。2016年10月より導入された駅ナンバリングは臨海線からの続き番号となっており、起点の大崎駅は JA08 が付与され、以降恵比寿駅は JA09、渋谷駅は JA10 と続く。最強線とは、 大崎駅大宮駅間において複数の鉄道路線にまたがって直通運行される本路線の案内状を付与された運転系透明であり線路名称としての最強線は存在しない最強線を構成する鉄道路線の正式名称は大崎駅から池袋駅までが山手線池袋駅から赤羽駅までが赤羽線赤羽駅から 大宮駅までが東北本線の支線である。かつて JR 東日本は自社ウェブサイト上で池袋駅赤羽駅間を赤羽線としても案内し赤羽線の4駅の所属路線に赤羽線と埼京線の両方を含めていた。川越線大宮駅川越駅間は本路線と一体運行されるものの運転系透明上の埼京線には含まれておらず、 当該区間は、川越線もしくは、最強、川越線と案内されている。同様に、本路線と一体運行される、東京臨海高速鉄道臨海線新木場駅、大崎駅間も、運転系統上の最強線には含まれていない。なお、JTB 時刻表の、東京近郊区間のページにおいては、新木場駅大崎駅間は新木場駅と、 天王洲アイル駅の未記載、大崎駅大宮駅間は、最強線、大宮駅川越駅間は、川越線として案内されている。大崎駅新宿駅間において、本路線と線路を共用して運行される、相鉄線直通の普通列車は、当該区間では、最強線の各駅停車、快速、通勤快速と同様の案内がされる。 JR 時刻表の最強線の項目においては、海老名駅、羽沢横浜国大駅間は、相模鉄道、羽沢横浜国大駅大崎駅間は、東海道本線、新木場駅大崎駅間は、東京臨海高速鉄道臨海線、大崎駅池袋駅間は、山手線、池袋駅赤羽駅間は、赤羽線、赤羽駅大宮駅間は、東北本線。 大宮駅川越駅間は川越線と正式路線名に従って案内されている。最強線は方向が南高と北高を用いて表される場合と上りと下りを用いて表される場合がある。前者は JR 東日本ホームページの時刻表などに、校舎は同ホームページの列車混雑状況などに見受けられ、統一されていない。本校においても、 南北による表記と上下による表記が混在する場合があるが、南高と上り、北高と下りはそれぞれ同じ方向を表す。本節では最強線が計画された当時からの歴史を記述する。1970年代当時の国鉄は、東京周辺の人口増加に対し、輸送力が追いつかず、通勤時刻とも呼ばれラッシュ時の混雑緩和が急務と、 なっていた。そこで、国鉄は、通勤後方面作戦と総称される、混雑緩和策を講じて、線路像や編成長増台などを行い、その一環として、東北本線の赤羽駅大宮駅間における、客下分離運転を行い、列車増発などで対応していった。しかし、その後の人口の外縁化に伴い東北、高崎線の輸送量は増大し、 さらなる輸送力の増強が求められた。一方で、東北上越新幹線の建設工事は、運輸省から認可が降りた1971年10月1日から、建設工事に着手することになった。当初、東北上越新幹線の建設計画では、赤羽大宮間の内埼玉県内を地下化とする予定であった。 しかし1973年3月10日、地下下によるトンネル建設案は地盤の問題を理由に難しいとされ、通勤新線を併設した形での高架化案が運輸省を通じて埼玉県知事などに示された。この提案は地元が高架化案を受け入れた場合の見返りとしての提案でもあった。だが、高架橋による新幹線の建設案は、 当時東海道、山陽新幹線沿線での騒音問題が生じていたこともあり、すでに起きていた沿線住民による強力な反対運動のさらなる活発化を招き、埼玉県は高価化の提案を拒否した。その後の国鉄と地域との間の交渉の中で、国鉄側が東北、上越新幹線の騒音問題に対する措置を取ることや、 通勤新線の建設を正式に表明したことを受け、沿線の自治体が、ラッシュ緩和や、通勤時の交通利便性の向上と、通勤新線の快速の停車を国鉄に要望、住民側からも、新線の期待が次第に高まったことから、沿線自治体も、新線併設を条件に、新幹線建設賛成に舵を切り、それらの要望などの具現化を盛り込んだ建設計画が、 ようやく合意された。国鉄は、東北新幹線大宮駅東京駅間の建設開始とともに、通勤新線赤羽駅武蔵浦和駅、大宮駅宮原駅間の建設認可を1978年11月に、申請、同年12月に認可されて、建設工事が開始された。当初、通勤新線は赤羽駅宮原駅間を建設し、 高崎線に乗り入れて、新宿駅へ直通させる構想で、1985年の海湯政策審議会答申第7号でも、宮原延伸が計画されていた。当時の地図付録の路線図などにも予定線が大宮から、宮原に伸びて記されている。新たに建設される赤羽駅大宮駅間は、 赤羽大トンネルと地下の大宮駅付近を除き、全面高架で新幹線と一体となった構造で、中間には10駅を設置、当初から快速電車の運転を考慮して、2駅の外側に通過線を設けた一面4線とした。また、武蔵野線と接続駅となる武蔵浦和駅は、環球接続ができるように二面4線の構造とした。しかし、 最強線の車両基地用地として候補に上がっていた、武蔵浦和駅付近のロッテの敷地の用地買収が難航し、宮原駅周辺でも用地買収の面から反対運動が起こったため、将来用地の拡大が容易な南古屋駅付近に車両基地を建設することになり、同時に沿線人口が伸び続け、通勤路線として活発化が期待できるとして、当時非電化だった。 川越線を電化することになった。よって、こちらの工事を優先する必要性に迫られ、大宮駅宮原駅間の建設は中止となったが、大宮駅日清駅間の高崎、川越線並走区間で、川越線側にトンネル用地や合流用地がある。さらに、高崎線の大宮駅宮原駅間も立ち退きが、ほぼ完了し、複々線化用地が、 ほぼ確保されていた。なお、当初の構想であった、高崎線の池袋、新宿直通は、JR 発足後に東北、山手貨物線を利用して実現し、後の湘南新宿ラインへと発展している。これを受けて2000年の運輸政策審議会等申第18号からも、計画が削除され、高崎線の複々線化用地も、 住居や駐車場などへの転用が始まっている。1985年9月30日、ついに埼京線は開業の日を迎え、同時に川越線大宮駅駒川駅間も電化開業した。運転区間は池袋駅川越駅間で最短44分で結び、それまで赤羽駅、大宮駅で乗り換えを含め69分かかっていた。 同区間の大幅な短縮効果は大きく、開業日のラッシュ時の乗車率は150%を記録した。一方で、混雑の激しかった京浜東北線は、最強線に乗客が移行したことで、約30%減となり、埼玉県南部から都内への通勤の足が大きく改善された。開業直後の使用車両は103系で、列車の運行形態は、 平日は左右ラッシュ時のみの通勤快速と、平日ピルマ及び休日は、終日の快速、各駅停車の3本立てで、通過運転を行う赤羽駅大宮駅間では、通勤快速が、武蔵浦和駅のみ停車、快速が、戸田公園駅、武蔵浦和駅、与野本町駅とされた。順調なスタートを切ったと思われる、最強線であるが、開業初日には導入した。 p r c のシステム不具合が生じて、ダイヤミれのトラブルや、赤羽駅大宮駅間を走行する103、軽電車の騒音問題、後年では、痴漢犯罪の多発が生じた。1986年3月3日には、山手貨物線へ乗り入れ、新宿駅まで運行区間を延伸、新宿駅の貨物発着線にホームを一面と、引き乗船一線を新設。 朝夕ラッシュ時は、全列車新宿発着として、山手線の混雑緩和と池袋駅、新宿駅間の輸送力増強を図った。この新宿延伸は、最強線開業当時から予定されていたもので、開業前の1980年から、新宿区や地元商工団体が、通勤新線の延長を国鉄に求めていた。翌1981年には、渋谷区が、 渋谷駅まで、さらに翌年の1982年には、目黒区が、恵比寿駅までの延長を要望した。いずれも山手貨物線を旅客転用して延伸する、要望であったが、山手貨物線大崎駅渋谷駅新宿駅、池袋駅間旅客転用は、1980年の海輸政策審議会答申第7号にも、昭和75年までに整備することが、 適当とされる路線に盛り込まれた。1987年4月1日に国鉄分割ミニエカにより東日本旅客鉄道に継承され、車両は国鉄時代そのままに1 0 3系が使用されていた。しかし、赤羽駅大宮駅間を走行時の騒音問題の解決や多線の老朽置き換えを目的として1 0 3系を2 0 5系へ置き換えることになり、 1989年7月1日から 205K の運転を開始、1990年12月1日まで20両、編成23本が申請投入され、これをもって 103K の運用が終了した。103K は山手線と同じ黄緑6号だったが、205K の車体体は深みのあるグリーンとなり、この色は、 e 2 3 3系7 0 0 0番台も踏襲している。また、新生投入時の車両の主電動機は冷却ファンをケース内に収めた内線形であり、1 0 3系時代より低層温化が図られた。新宿駅延伸から約10年後の1996年3月16日に、恵比寿駅へ延長され、渋谷駅及び恵比寿駅にホーム一面を新設。 これも山手貨物船を旅客転用したもので、延長当初のダイヤでは、朝ラッシュ時1時間あたり9本、日中堂3本、夕方ラッシュ時は同6本が、恵比寿駅発着とされた。この延長の目的は、新宿から渋谷方面の山手線混雑緩和であったが、その効果は絶大で、それまで240%超を記録していた。 山手線代々木駅原宿駅間の混雑率が200%程度まで低下。この結果山手線複々線化と同等の効果をもたらし、池袋駅から新宿駅、渋谷駅方面への輸送力が増強された。なお、恵比寿駅に到着した列車は、そのまま折り返すと、成田エクスプレスや、 湘南新宿ラインの山手貨物線を走行する列車の運行に支障をきたすため大崎駅まで改装されそこで折り返していた2002年12月1日に大崎駅へ延長されそれと同時に天王ズアイル駅大崎駅間を延伸開業した東京臨海高速鉄道臨海線との相互直通運転を開始それまで連絡がやや不便であった新宿 渋谷などと臨海副都心の間を乗り換えなしで直結、新宿駅、東京テレポート駅間を約23分、渋谷駅、同駅間を約17分で結び、臨海部へのアクセスが大幅に向上した。当初の直通列車は、平日、土曜、休日ともに1日46往復が設定され、臨海線の70から00型が、 最強線内へ姿を現すようになった。この際に、大崎駅は、ホームに面が新設され、主に外側を直通列車や、湘南新宿ラインが、内側を大崎始発列車が使用した。その後は、山手線に e 2 3 1一5 0 0番台が導入される、ことに伴い、最初は、導入前の2001年8月6日に6、扉車を、 試験的に連結。2002年以降は、既存の重量編成の付随車2両を抜き取り、代わりに、山手線から捻出された6、扉車、サハ204型2両を連結する組み替えや山手線からの転入編成により、2008年までに32、32編成中26編成に6、扉車が組み込まれ、最も混雑の激しい2.3号車に連結された。 さらに、最強線では、JR 発の女性専用車両や防犯カメラの設置、そして2013年6月30日から e 2 3 3系7 0 0 0番台の運転開始に伴い、これまで運用されていた2 0 5系を置き換えたが、後述のエータックス導入に伴う、予備編成確保のため、2 0 5系は重量編成1本が残存した。 2017年11月4日に、池袋駅大宮駅間の保安装置を ATC-6 型から ATACS に置き換え、その装置取り付けのための予備編成として残っていた 205K は、2016年10月27日をもって運用を終了した。また、同年8月には、駅ナンバリングの導入を開始している。2019年11月30日、相鉄。 JR 直通線の開業に関連するダイヤ改正が行われ、埼京線新宿駅以北と相鉄線との直通列車も6往復設定された。相鉄 JR 直通線の列車は、新宿駅大崎駅間において線路を共有する埼京線や湘南新宿ラインとは別系統とされる場合があるが、 最強線と共通運用の e 2 3 3十7 0 0 0番台を使用していることから旅客案内上は新宿駅大崎駅間においても最強線として運行される。相鉄 JR 直通線の開業に伴い大崎駅新宿駅間では大幅な増発となった。また、武蔵浦和駅大宮駅でこの区間の各駅の乗車人員数は 増加を続けているにもかかわらず、各駅停車の減便と、快速列車の停車駅の増加が行われた。快速列車は従来通過していた中浦和駅、南与野駅、北与野駅に新たに停車し、埼玉市内の武蔵浦和駅大宮駅間は、全駅に停車することになった。これにより、武蔵浦和駅大宮駅間の所要時間は3分、増加した。また、 従来同駅間では1時間あたり、快速3本、各駅停車6本の計9本運転されていたが、改正後に、快速3本、各駅停車3本の計6本となった。従来は、不規則な運転間隔のために、最大で16分間隔が空いていたが、改正後は10分間隔になった。JR 東日本は、パターン化して、 運転感覚の均等化を図り利用しやすいダイヤに変更したとしている。乗車率が少ない状況を加味してダイヤ改正に至ったとしているが、相鉄線との相互直通運転にあたり、車両や乗務員の確保が必要になったことがあるとも指摘されている。このダイヤ改正に、埼玉市の沿線からは賛否両論の声がある。特に、 従来から快速が停車していた大宮駅、四の本町駅では、日中の停車列車が1時間あたり3本減少した。このことについて、旧大宮市を地盤とする一部埼玉市議会議員と、四の本町地区を地盤とする一部道議会議員が強く、反発した。埼玉市議会ではこのダイヤ改正について、町づくり委員会で議論し、 減便の避難を行いラッシュ時の増便を求める決議を採択。10月に同市の副市長と議長、副議長が JR 東日本大宮支社を訪問して支社長と協議を行った。山手貨物線を走行する大崎駅、池袋駅間では各駅停車も含め途中恵比寿駅、渋谷駅、新宿駅のみに停車し、並行する山手線電車に対して、 実質的に快速のような役割を担っている。また、この山手貨物線区間では、同一線路上に、湘南新宿ライン、総鉄線直通列車や、特急列車も走行している。最強線の列車種別は、1985年の改良当時から、各駅停車、快速、通勤快速の3種別の体制となっており、快速は、 赤羽駅武蔵浦和駅間、通勤快速は赤羽駅大宮駅間で通過運転を行う。開業から2019年までは通過駅の変更がなかったが、2019年11月30日に相鉄 JR 直通線が開業した際のダイヤ改正で快速の停車駅に中浦和駅、南ヨ野駅、北ヨ野駅が追加された。 最強線の各種別の特徴は以下の通り。その他に、大崎方面から池袋駅発着列車が設定されており、近畳ながら新宿駅池袋駅間のみにも運転される。臨海線、川越線への直通は朝、夜のみである。また、朝夕には川越線差し置き発があるほか、早朝に一本だけ南、古屋発もある。 最強線の運行時間帯は平日、休日とも朝4時30分から深夜0時52分までとなっている。ただし、山手線電車と並行する大崎駅池袋駅間では朝は新宿発基準で池袋、赤羽、大宮、川越方面行きが5時台後半から大崎、新木場方面が6時台後半からの運行で深夜は 新宿発令時発が最終となる。この区間での運転がやれない、時間帯は、かつての赤羽線電車と同様の池袋駅、赤羽駅間のみの電車も運行される。平日朝時間帯は、大宮発基準で6時台に3本、7から8時台に毎時4本、9時台に毎時3本の通勤快速が運行される。上り各駅停車は、 新宿駅7時台議が12本、8時台議が14本、9時台議が9本である。下り各駅停車は新宿駅7時台発が9本、8時台発が12本、9時台発が11本となっている。日中は快速が新木場駅川越駅間で1時間あたり3本20分間隔で運行され、その合間に各駅停車が2本ずつ、1時間あたり6本。 運行される。新宿駅大宮駅間の系統と新宿駅武蔵浦和駅間の系統が交互に運行され、武蔵浦和発着の各駅停車は快速と接続する。平日夕、夜時間帯は17時から21時台まで通勤快速が毎時3本、その合間に各駅停車が3本の運行となっている。臨海線との直通は毎時6本である。 22時台以降は、通勤快速の本数が減り、23時台以降は、すべて各駅停車の運転となる。また、金曜日の終電直前のみ運行される、各駅停車が一本設定されている。かつては、新宿駅を23時47分に発車する、通勤快速川越駅があり、JR 東日本の中で、複々線区間以外としては、比較的、 遅い時間帯に運行する快速系統の列車であったものの2019年11月30日のダイヤ改正で廃止された。休日ダイヤでは通勤快速の運行がなく快速が6時台から21時台までおおむね20分間隔で運行される。日中は平日と同様のダイヤであり朝夕夜は日中のダイヤパターンに各駅停車を 毎時1から2本を加えたダイヤである。種別を問わず、新宿駅発着の列車は、池袋駅で、湘南新宿ラインと対面乗り換えできるケースが多く、渋谷駅、恵比寿駅、大崎駅、さらに、大崎駅で、始発列車に乗り換えれば臨海線方面まで、大崎駅、新木場駅直通列車を待たず先着することも多い。本節では、 最強線に使用されている車両について記述する。全列車が4、扉ロングシートの通勤系電車である。開業から全列車が、全区間重量編成で運転されている。現用車両、e、E233 系7000番台東京臨海、高速鉄道70-000系相模鉄道12000系過去に使用された。 車両103系205系車体塗装として、ステインレス車両である205系は緑15号の帯で、あったが、開業時に導入された103系電車は、車体色に、山手線と同じ黄緑6号を使用していた。103系は、当初、最強線用塗装の導入が検討されたが、塗装の試験結果が芳しくなかったことや山手線の205。 経営での統一が決まっていたこと、経費節減の観点もあり、黄緑6号のままで使用していた。本節では、現行の運転区間のうち、通勤新線、すなわち、東北本線の別線として開業した赤羽駅、大宮駅間を、赤羽駅武蔵浦和駅間、武蔵浦和駅大宮駅間の小説に分けて、記述する。 なお、山手線と並行区間である、大崎駅池袋駅間は、山手線沿線外境を、赤羽線区間である、池袋駅赤羽駅間は、赤羽線沿線外境を、乗り入れ先の川越線大宮駅川越駅は、川越線沿線外境を参照。赤羽駅の最強線ホームは、国鉄赤羽線時代の1983年3月2日から、使用されている。 このホームの完成は、最強線の先取りであり、一面二線で、下り大宮方に引き上線一線を設けて、この引き上線を使用して、赤羽駅の列車は折り返す。赤羽駅を出ると、上下線の間に引き上線を挟みながら、東北貨物線などとしばらく並行し、北西側へカーブすると、東北、上越、北陸新幹線の効果が、 同じレベルまでに肩を並べたところで、15から20、パーミルの勾配がある赤羽大トンネルに突入する。このトンネルの真上は、整備学園の敷地で、幼稚園から、整備学園小、中、高、短大まである。この学園は、同トンネル建設などに対して最後まで反対していた。トンネルを抜けると、線路は西へ、無期新幹線と、 平行しながらカンパチ通りをオーバークロスして北赤羽駅へ至る。北赤羽駅は駅の真ん中に新加岩川が流れており、ホームはそこをまたぐように設置されている。北赤羽駅を出ると北側に荒川の土手を見ながら浮間船戸駅へ至る。浮間船戸駅は東京都北区浮間と板橋区船戸との境にホームが設置されているが、所在地は 北区浮間4丁目である。駅は南の新河岸側と北の荒川に挟まれた場所にあり、駅前広場すぐ北側には、都立、浮間公園がある。園内には、浮間ケチが存在するが、これは荒川がこの付近で大きく、南に蛇行し、1928年頃に荒川が直線化された、際の名残である。当駅は赤羽方から大きく、 北側へカーブしているため、ホームもそれに沿ってカーブしている。浮間船戸駅を出ると、再び勾配を上がりながら線路は北を向き、西側から中線道が近づき、並走すると、荒川を渡り、荒川を渡り終えると、北西側へ勾配を降りながらカーブして、中線道を、オーバークロスよび勝負川を渡り、西側に、戸田想定場とその奥の戸田協定場を見ながら、 戸田公園駅へ至る。戸田公園駅は、埼京線の埼玉県内の一番南側の駅で、外側に通過線を設けた一面四線の構造を持ち、快速が停車する。前述の戸田想定場と戸田協定場の最寄り駅で、この駅の南西側に笹目川とオリンピック通りと、名付けられた東京都道、埼玉県道68号練馬川口線が、通っている。 戸田市はこの駅と戸田駅、北戸田駅の3駅が存在する。これは東北新幹線の建設計画とその後の通勤新線建設計画の時に戸田市が国鉄側との協議で市内に3駅設置することと一つを快速停車駅にすることを要望し、それが希望通りになったため戸田とつく駅が3駅連続する。ただし、 戸田公園駅には平日朝夕運転の通勤快速は停車しない。戸田公園駅を出ると戸田駅へ至り、北西には戸田市スポーツセンターと戸田市立郷土博物館があり、戸田駅が最寄りとなっている。戸田駅を出ると西側へカーブしながらさらに勾配を上がり北戸田駅へ至る。北戸田駅は高架線にある駅の中で一番高いところにある駅で、 駅を出て、すぐに笹目川を渡った後、東京外環自動車道と、並行する国道298号を、オーバークロスした後、北東側へカーブし下り勾配を下った先から、さらに、北東へカーブし内側へ対比線が分岐する。ポイント付近の西側には、ロッテ浦和工場があり、工場南側には、プロ野球千葉ロッテマリーンズ2軍の練習拠点と、 なっている、浦和球場がある。それらを過ぎると、武蔵浦和駅へ至る。この区間の各駅のホームは、基本的には一面二線であるが、戸田公園駅のみ外側へ通過線を設けた構造となっている。武蔵浦和駅は、武蔵野線との接続駅で、環球接続や当駅始発列車などを考慮して二面四線の構造とした。武蔵野線ではもともと、 この場所には、田島信号場が存在していたが、最強線の開業と同時に、武蔵野線にも当駅が設置され、田島信号場は当駅に統合される形で廃止となった。ただし、最強線とは、約150メートル離れているため、連絡通路が設けられている。最強線は当駅の大宮方すぐで、武蔵野線は、 府中本町方から50メートルほど西浦和駅に寄ったところで立体交差している。なお、武蔵野線はこの場所付近で浦和支線が分岐、合流している。武蔵浦和駅を出ると内側からの対比線が合流、中浦和駅に至り、中浦和駅の真下には武蔵野線の貨物支線大宮支線を呼び、浦和支線の合流地点の別所信号場がある。 この駅は、旧浦和市の中心に近いことから、中浦和と命名された。中浦和駅からは、直線となり、次の南尾の駅手前で、旧、与野市に入る。ここから次の与野本町駅、北与野駅と、与野とつく駅が前日の、戸田と同様に3駅続くが、これも戸田市同様の要望を、旧、与野市が出していたためであり、戸田市との違いは、戸田市は、 快速停車駅を、隣寄りの戸田公園駅としたが、旧、世野市は、中心部に近い世野本町駅にして、3駅の真ん中の駅を快速停車駅としたことである。2019年11月30日のダイヤ改正で、快速電車の停車駅が変更され、武蔵浦和駅大宮駅間は各駅に停車するようになったため、世野地区の3駅すべてに快速が停車するようになった。 南小野駅は、戸田公園駅と同様に外側に通過線を持つ構造である。南小野駅の近くには、埼玉大学が位置しており、駅前から多くのバスが出ている。南小野駅を出ると、与野本町駅に至るが、この駅は開業当初より快速が停車していた。ただし、通勤快速は通過する。この駅の所在地が、旧、与野市、本町東のため、 世の本町と命名された。この駅の南西には、彩りの国際玉芸術劇場がある。世の本町駅を出ると、東側に、埼玉市中央区役所を見ながら、北東へカーブしながら、大鳥沼川を渡り、北世の駅へ至る。北世の駅は、旧、大宮三沢駅の西側にあり、駅北東には、埼玉スーパーアリーナがあり、東側には、 埼玉新都心合同庁舎1号館などの旧、大宮三沢駅跡地を再開発した、埼玉新都心のビル群がある。また、駅の真下を中線道がアンダークロスしており、宇都宮線埼玉新都心駅とは、高架歩道で結ばれている。北与野駅を出るとすぐに、北側へカーブしながら、新幹線の線路が上り、勾配で当線の真上に位置すると、東側から来る。 東北貨物線などの線による。そこから34パーミルの下り勾配であり、大宮駅手前で地下トンネルへ突入し、大宮駅発着列車用のタブルクロッシングを通過すると、やや東側へカーブしてその先の大宮駅地下1階のホームへ入る。大宮駅地下ホームは2面4線の構造で、大宮駅新幹線ホームの地下部分に位置している。 武蔵浦和方、川越方の両方に、タブルクロッシングポイントを設けてあり、両方へ当駅から発着する列車の点線が可能になっている。この区間の各駅のホームは、前述の赤羽駅武蔵浦和駅間と同様に一面二線で、あるが、南小野駅は、外側へ通過線を設けた構造である。大宮駅最強線ホームにある ATS、タックス切り替え指示標識、 この標識の前後で、川越線から埼京線へ入るため、保安装置切り替えを促すもの。大崎駅、宇喜ま船戸駅間が、東京支社、戸田公園駅大宮駅間が、大宮支社の管轄であり、宇喜ま船戸駅戸田公園駅間に、支社協会がある。2020年度の再混雑区間の混雑率は127%で、ある。2010年度以前は、 当該区間の混雑率が200%で高止まりしており、首都圏の鉄道路線でも屈指の混雑区間であったが、2011年度に赤羽大宮間の開業以降では初めて200%を下回った。さらに2013年度は広幅車両を導入したため、若干であるが混雑緩和が見られるようになった。 朝ラッシュ時は約3分間隔であるが、池袋以南で湘南新宿ラインと線路を共用するため、これ以上の増発は困難である。東京都と埼玉県を結ぶ鉄道路線で最も混雑率が高く、2012年度以降は池袋赤羽間の1日平均通過辞任が70万人を超えている。赤羽大宮間は京浜東北線の西側を通るが、 各駅の乗車辞任は、京浜東北線よりも少ない。同区間の単独駅で1日平均乗車辞任が3万人を、上回るのは、戸田公園駅のみである。2001年度の1日平均通過人員は、池袋板橋間が、最も多く、67万3169人で、ある。板橋十条間は64万6096人。 十条、赤羽間は627,887人で、ある。赤羽で、通過辞任が、大幅に減少し、赤羽北、赤羽間が226,545人である。それ以降も大宮方向に進むにつれて、通過辞任が減少する。与野本町北、与野間が、最も少なく、89,691人で、ある。北与野大宮間は、 通過人員が若干増加し、89,749人である。埼京線大崎駅大宮駅間の設置駅と、停車種別、接続路線、所在地などを以下に一覧表として示す。2019年度の時点で、蒸気全駅が JR 東日本自社による乗車人員集計の対象となっている。埼京線の東北本線支線区間の建設時は、 両端の赤羽駅、大宮駅を除く各駅は、北赤羽駅を、通勤新線第一駅のように1から10までの番号で呼ばれていた。これらの北赤羽駅北与野駅間の各駅はすべて、新幹線に隣接した、高架島式ホームであり、似通った構造であるが、駅ごとに、色がつけられ、待機との差別化が図られている。また、 これらの駅のホームはすべて小さい番号が赤羽方面、大きい番号が大宮方面に当てられている。開業当初は、戸田公園、武蔵浦は、世の本町のみに、緑の窓口があり、定期券や回数券の集約販売を行っていた。その他の駅では、近距離の乗車券を自動券売機で販売していた。2007年8月1日から、 戸田市内の最強線3駅では、上り線ホームの発車メロディに、戸田市か、あーわが戸田市が採用されている。発車メロディに、しかが使われるのは、埼玉市、深谷市に次いで、埼玉県内で3番が目である。旅客営業規則第67条の規定では、旅客運賃、料金は、旅客の実際乗車する経路及び発着の順序によって計算する。となっているが、 埼京線の内大崎駅赤羽駅間で乗車する場合、同規則第70条から、また、赤羽駅大宮駅間では、同規則第69条の経路特定区間の設定が、同区間に適用されており、普通旅客運賃、料金は最も短い営業キロによって計算され、経路の指定は行われない。よって、同区間は、宇都宮線。 京浜東北線と異なる経路を通っているが、実際には、埼京線を通る場合でも、0.9km、短い宇都宮線経由で、運賃、料金で計算される。さらに、定期券にもこの特例が適用され、赤羽駅大宮駅間では、埼京線、京浜東北線どちらの途中駅でも、乗降可能となる。本節では、命名などに関するエピソードを記述する。 当時沿線自治体では公園都市線の名称が有力だったが国鉄側が東急田園都市線と似ていると難色を示した当時の国鉄のネーミングの常識は沿線の中心となる都市名を使う始発と終点から一時取る始発か終点の都市名か駅名を使う沿線の包括的地名を使うであったため埼玉県と東京都から それぞれ一字ずつ取り命名したというエピソードがある。なお、最強という読み方は、油刀読みである。最強線は、乗車率が首都圏、第4位の路線に成長したが、前述の通り、当初国鉄は、最強線を具体的な案としていなかった。しかし、1971年10月1日に、東北、上越新幹線の建設認可が降りると、 戸田市民、浦和市民、与野市民と東京都北区民を中心とした東北新幹線建設反対の運動が起こり、沿線自治体の埼玉県や与野市、浦和市、戸田市、東京都と北区も相次いで建設反対の意思を示した。埼京線の併設を条件とする東北、上越新幹線の高架化案が1973年3月10日に、 発表されると、効果化すれば騒音問題が起きるなどと、反対運動は、さらに活発化。世野市、浦和市、戸田市の住民らによる、建設反対住民運動組織が結成され、これが三市合同の、新幹線反対圏南三市連合会に発展し、さらに、赤羽大トンネルの真上にある整備学園が強行に、反対を唱え、それに抗応するかのように帰宅の住民による、 帰宅新幹線対策連絡協議会が組織されたそして当時の埼玉県は、その提案を拒否する事態となった。しかし、当時から、埼玉県側の沿線自治体や住民にとって、ラッシュ緩和や、通勤時の交通利便性の向上が切実な課題となっていた。特に戸田市は既存の鉄道路線から離れており、荒川を挟んで、東京都板橋区や、 北区と接しているにもかかわらず交通アクセスが不便で、都心へ向かう際には、京浜東北線の荒尾駅、西川口駅、川口駅までバスで移動する必要があったため、市内に国鉄の駅がなかった与の市と戸田市は、市内に駅を設置することと、快速電車の停車を設定することを国鉄側へ要望した。国鉄が最強線の併設を正式に表明した。 ことなどを受け、自治体の反対姿勢も軟化し、住民側も反対運動は、次第に、下火となっていったが、世の、浦和、戸田三市の一部の住民は1980年4月に、高架線での認可の取り消しを求める訴訟を、9月には、帰宅の沿線11地区の住民が、工事差し止めを求める訴訟をそれぞれ起こした。しかし、最後まで、強行に反対していた。 生美学園も1982年11月25日には保障問題について和解と合意に達したことで三市の住民側は当時の埼玉県知事の提案などによって沈静化帰宅の住民側の裁判も1984年10月3日に和解が成立し最終的には自治体の要望が叶う形で最強線の増設運営が実現した本節では 開業初日に起こったトラブルやその後の諸問題を記述する。1985年9月30日の開業初日新機構として国電区間に初めて導入した PRC のシステム不具合が生じてダイアミダレなどの混乱が生じた。この機構は CTC を最強線に導入するにあたり指令室でコンピューターに あらかじめ列車の運転順序、時刻を記憶させておき、これにより決められた列車の運転を行うもので、自動的に各駅や川越電車区の到着線、出発線の線路にポイントが切り替わる。また、列車の位置表示や、進路表示、各駅の配線略図は CRT に表示され、その中に、列車位置、列車番号、信号表示、遅延時分などが、 カラーで表示されるという、当時としては、近代的なシステムの導入をした。ところが、開業初日の朝からシステムに不具合が生じて、ポイントが自動的に切り替わらなくなり、池袋駅での開業記念宿が行事も開始が遅れ、当日のダイヤも乱れて混乱し、さらに、このシステムの不具合対策が完了する1986年1月15日までは、 手動での運行管理を強いられた。東北上越新幹線の高架化により、騒音や振動の問題が起きることを懸念した建設反対運動の見返りとして建設された最強線だが、新幹線と同様に騒音、振動の問題が懸念されていた。開業前後の時期、より低騒音な車両として205系が開発されており、それを 最強線に投入する案もあったが、当時投入された山手線の200号系が好評だったこと、当時の国鉄財政状況は最悪の状態であったため、国鉄は予算査定にシビアな姿勢で臨んでいた。1984年12月、最強線開業のメドが立ち、車両増強が必要となったため、1985年度、 発注分として2 0 5系を100両を発注した。これであれば、車両製作期間として6ヶ月から8ヶ月程度を見込んだ措置で、全年度の40両に比較して、倍以上の数であっても、山手線及び最強線とも当時は10両、編成であったので、編成組み換えなどの煩雑な作業による、経費増加を抑えて転用することができると国鉄は、計算していた。 しかし、山手線の在籍車両は当時でも550両ほどあるため、1985年度の100両を投入しても、山手線の置き換えは、到底完了できるものではなかった。山手線でさえ、このような状況で、かつ新車を必要とする線区が数多くあった中、国鉄には、最強線に新車を回す余力はなく、最強線への新車投入は見送られ、 2 0 5系を投入した山手線から1 0 3、K、を年出、その分を充当して運用せざるを得なくなった。そして、実際に開業すると、隣を走る東北、上越新幹線の2 0 0が最高速度時速 110km で走行するよりも、最強線の1 0 3、K、が最高速度時速 100km で走行する方が10デシベルほど騒音が高いという結果になった。 これは、1 0 3系の車両を重量や加速し、高速走行すると、かんだい音を発する、外線系の主電動機を使用していた影響を及び、新幹線よりも、最強線の方が、運転本数も、はるかに多かったことによるものだった。新幹線より騒音が高いと、沿線住民からの苦情を受け、国鉄民営化後の2 0 5系申請投入時の、 車両の主電動機は冷却ファンをケース内に収めた内線形を採用して低騒音化を図り1 0 3時代よりも走行音は小さくなった。さらにその後投入された e 2 3 3系7 0 0 0番台は VVVF インバータ制御になったため2 0 5系よりも走行音は小さくなり再度の車両置き換えによる 騒音自体のさらなる低下と最強線がもたらす恩恵の大きさからこの問題は収束に向かっていった。最強線は何年間にもわたり痴漢が多発しており新聞やテレビで取り上げられるほど深刻な事態になっている。一番多いのは1号車で集団痴漢も発生している。警視庁によると2004年の首都圏路線での 時間件数は2201件と過去最悪を記録し、そのうち最強線は217件と最多で、2位の中央線快速電車、3位の中央総部各駅停車と、京王線、5位の山手線を大きく引き離していた。これは、新宿駅と渋谷駅の最強線ホームの位置に課題があり、乗客が編成の大宮寄りに集中したため、身体が角に密着し、 さらに駅間が山手線より格段に長く、地間しやすい環境が整ってしまったためである。その後、新宿駅新南口周辺の整備などによって、混雑が分散され、地間の検挙件数は2005年から減少し、2010年の調査では、最強線の地間件数は100件となり、中央線快速の117件を下回った。地間への対策として、 JR 東日本は以下の取り組みを行った。埼京線及び湘南新宿ラインの渋谷駅ホームは長らく東急線や山手線などの他の路線との乗り換えが不便な位置にあり、たびたび問題に挙げられていた。最も長い箇所は埼京線から東急東横線までで766.5メートルあり、東京駅の東海道線から 京葉線への乗り換えの565.2メートルをさらに上回る状態で利用者から不便との声が多く寄せられていた。原因は2013年まで隣接する東急、東横線ホームが高架式であり、その支柱によりホームを建てることができなかったことである。しかし、東京メトロ副都心線との相互、直通運転開始に伴う東急、 東横線ホーム地下化により、スペースが確保できたため、ホームを山手線渋谷駅ホームと並列させる形で350メートル北に移設する工事に取り掛かった。2018年5月6月に、上り線の線路切り替え工事を行い、新設ホームを設置し、2020年5月に下り線の線路切り替え工事を行い、同年6月1日より新設ホームの供用を、 開始した。この線路切り替え工事中は、最強線、湘南新宿ラインを終日新宿駅、大崎駅間で運休とし、直通先の臨海線では、臨時ダイヤも組まれた。これにより他の路線との乗り換え時間が、大幅に短縮されることとなった。池袋駅を発車する川越駅の終電は、平日と休日問わず24時であり、平行路線と比較しても、 早めの時間帯に設定されている。この時間を遅らせてほしいという意見は埼玉県議会でも取り上げられており、2014年には議長名で JR 東日本に対して要望書も提出されている。車両基地が遠方の川越線内に設定されている。都合上、車両の送り込みや保守の関係から終電時間の繰り下げは難しいとしていたものの、 前述の相模鉄道との直通開始に伴う2019年11月30日のダイヤ改正にて川越駅最終列車の発着時刻が約5分繰り下げられた。この川越駅最終列車は2021年3月のダイヤ改正で大宮駅に短縮され池袋発23時52分発の電車が川越駅最終列車となった。 十条駅と東京都道四百五十五号本号、赤羽線周辺にて連続立体交差事業を始める。そもそもこれは九百七十六年に東北新幹線開業で通勤新線を建設するのに伴い、赤羽線の輸送力増強が必要となったことから、帰宅が計画に同意するにあたり九百八十三年九月二十八日に十条駅を地下化。 赤羽駅を高架化することで合意していた。その後、赤羽駅は高架化された一方で十条駅の地下化は進まなかったが、2020年3月3日に東京都は高架化に計画を変更したことを発表した。計画変更の理由として立体交差早期実現、立体交差の効果、事業費の軽減が挙げられている。この計画では、 十条駅を中心として、約1 5トルの区間について、鉄道を高架化、道路と鉄道を連続的に立体交差化して、同区間の6カ所の踏切を除却、踏切での自動車渋滞の解消と、道路と鉄道の安全性の向上を図るとしている。東京都が事業主体となり、都道整備の一環として施行する都市計画事業である。 長らく環境アセスメントが進んでおらず、2014年度と2016年度の帰宅環境審議会の議事録によると、後期が11年かかることや、土地取得問題も絡み、都市計画が難航していたが、2020年3月3日に国土交通省から都市計画事業の認可を取得した。事業期間は2019年度から2030年度までの予定。 2021年2月、本体工事に着手。ありがとうございます。